やった、ちゃんと開いてたね。言っておくけど、私がちゃんと電話で確認してるからね。社員さん、まだ用事で残ってるから、そんなに長時間でなければ問題ないって。この時間まで残業、芸能界って厳しい。何か差し入れする？いいね、サキ、お世話になってるし、後で何か買っておこうか。こんな時間に元気なことだな。え、プロデューサー、なんでここに？君たちが来るという連絡を受けてな。そろそろこれを渡してもいい状況だろう。プロデューサー、これってもしかして私たちの新曲？やったー、そうだね、今からやるライブ、いきなりこの曲やっちゃおうよ。いや、ぶっつけ本番すぎ。でもまあいいか、なんだか楽しそうだし。さっきもそれでいい？この曲、譜面を見ただけでも鮮やかな光を感じる。試してみたい。オッケー、じゃあフォトンメイデンの新曲ぶっつけ本番ステージ行ってみようか。私たちはどんな色だった？なんてね、聞くまでもないか。今までで一番綺麗な色だった。私たちしかいないから、あの時ほど大きくはないけど、宇宙が見えた。私たちだけの小さな宇宙、私も感じたよ。私も今、こうなってみて、何が問題だったのか、やっとわかったよ。私たちは、ハッピーアラウンドとのライブを経て、新しいフォトンメイデンを作ろうとしてたんだけど。私たちそれぞれの見ているフォトンメイデンが、少しずつずれてたんだね。何がフォトンメイデンっぽいのか、どこを伸ばすのが、私たちの目指す新しいフォトンメイデンなのか。同じつもりだったんだけど、実はちょっとずつ違ってて、そのわずかなズレが不協和音になって、それがサキちゃんには見えていたと。私たち結成から日が浅いもんね。だからなおさらイメージが共有できてなかった。プロデューサーが明確なフォトンメイデンのイメージを与えてくれている間は問題が起こらなかったわけだけど。でも、じゃあなんで今はうまくいったんだろう。フォトンメイデンのイメージについて打ち合わせしたわけでもないのにね。そんなことをする必要なんてない。私たちはお互いを知って、お互いの気持ちを知って、だからわかる。そんな私たちの集まったフォトンメイデンというユニットがどのようなものなのか、私たちの目指す新しいフォトンメイデンがどこへ向かっていくのか、気持ちは一つだから、もう私たちは大丈夫。そのようだな。いいステージだった。これならファーストライブも期待できそうだ。今後も一層の努力を求む。では失礼。姫神プロデューサー、この曲は今のフォトンメイデンそのもの、私たちの気持ちをそのまま音にしたような曲。もしかして私たちがこうなるのを知って？確かに、ずっと前から作っていた新曲がこんなに今の私たちに合ってるなんて。この前は助言もしてくれたし、すべてはお見通しだったってこと？さすがプロデューサー。そんな大層な話じゃないさ。私の時もそうだったから。
それだけのことだ。さあ、君たちも今日はもう帰れ。事務所も夜通し空いてるわけではないし、未成年はそろそろ帰宅の時間だ。え、でもまだそんな時間じゃないけど。って、あれ？もうこんな遅いの？なんで？公園、事務所と移動したし、ぶっつけとは言っても譜面を読む時間が結構あったから。残ってる社員さんにも迷惑だよね。ほら、早く出ましょう。仕方ないな。帰ったら女子会の続き、枕投げだよ、枕投げ。それ、どれだけやりたいの？乗り越えたようね。でも、このくらいは当然のこと。あの子たちはもっと先へ行けるはず。まずはファーストライブ。そして、その次は。めちゃくちゃ人いるよ。どうしよう。どうしようって、時間になったら出てライブをやるだけじゃない？それはそうだけど、でもほら、お客さんあんなにいるんだよ。せっかくのファーストライブなんだから、全然いなかったら困るし、ここは喜ぶところでしょ。それはそうなんだけど、実際見るとこの数はすごい迫力あるっていうか、プレッシャーだよ。タワは相変わらず、こういう時はメンタル弱いな。あれから3回も武者修行やったし、いい加減慣れないの？普通のステージはもう大丈夫だって。でも今日は桁違いに箱大きいし、それにファーストライブだし。まあ正直、私もファーストライブってことで少し緊張してなくもないけど。なんだ、ノアも同じじゃん。同じじゃない、レベルが全然違うから。二人とも楽しそう。リラックスできてるみたいで安心した。できてないから、トワは。またいざという時にビビっちゃって。でもなんだかんだ言っても、ステージに出ればちゃんと落ち着いてパフォーマンスできるんだし、いいんじゃない？それはノアだってわかってるでしょ。それはそうだけど、いちいち裁かれるとちょっかい出したくもなるの。まあとにかく、今日のステージのプラン、最終チェックを済ませよっか。トアはどう思う？立ち位置は決めた通りで、広い分動きはいつものステージよりは大きめに。ただし動きのシャープさ優先でいいんじゃない？そういうのがぽいと思うし。まあ、フォトンメイデンっぽいよね。私も同意見。じゃあそれで行こうか。サキの方は？リハーサルでも問題なかったし、お客さんの色も想定通りだから、最初に決めたセットリストのまま行くつもり。状況によってエフェクトのかけ方を少し変えるかもしれないけど、それくらい。オッケー、ならリハと同じだね。じゃあ、あとはもう開演時間を待つだけか。もうすぐこの会場いっぱいに私たちの宇宙が広がるんだね。うん、あの日感じた宇宙が満員のお客さんたちを巻き込んで、より大きく美しく、なんか今から見えるような気がする。私も。開演直前だというのに随分と落ち着いてるな。結構なことだ。来てたんですね、プロデューサー。記念すべきファーストライブだからね。とはいえ、もちろんこれはゴールではない。
大事な一歩ではあるけれど、先へ進むための通過点でしかない。君たちには次も待っているからな。次？何かあるの？もしかしてセカンドライブ？まだファーストも始まっていないのに、それはないでしょう。ちょっと気になりますが、でもまずは目の前のファーストライブに集中しましょう。姫神プロデューサー、その話はライブが終わった後に聞かせてもらいます。そうだな、この話はファーストライブを成功させたご褒美ということにしよう。ご褒美というからにはいいことなんだよね。ああ、期待してもらって構わない。楽しみー、一段と気合入ってきた。じゃあ行こうか、そろそろ開演だ。ではプロデューサー、またライブの後で。8年の時を経て復活する巨大ライブ、 DJ の祭典 D4 フェス。その招待状をあの子たちがこんなに早く手にするなんて。でもこれは決してゴールではない。あの子たちにとっても、私にとっても。広い会場の中、無数の色が揺らめく。それは、フォトンメイデンを待ち望んでいる心たち。私たちがこれから見せる新しいフォトンメイデンは、彼らにとっては意外なものかもしれない。けれど、悩み、汗を流し、ようやくたどり着いた今の私たちは、きっと受け入れてもらえる。そう信じている。そして、この無数の心が、この会場いっぱいに鮮やかな宇宙を作り上げることも。それは、フォトンメイデンの宇宙。私と大切な仲間、それにお客さんとスタッフさんとみんなで作り出す宇宙。私も私たちの宇宙を感じながら踊るよ。サキちゃんと一緒にね。私たちの思いは一つだもの。うん、今日のライブもきっと忘れられないステージになる。